石野駅は兵庫県三木市別所町師の3丁目にあった三木鉄道三木線の駅である。地上駅。線路はほぼ東西に走り、駅舎は南側に設けられている。駅舎の北側に短式ホーム一面一線を有するが、ホームの向かいには使われなくなったホームが朽ちた状態で残っている。駅舎は木造1階建て。 屋根は新しくはなっているが、古くからの建物である。国鉄線だった頃は当駅にも駅員が配置されて、いたが、三木鉄道への転換後は、無人駅となっており、駅舎は待合所部分のみが使われている上、待合所の出札口が板で埋められていた。ちなみに、屋根は、阪神淡路大震災で一部屋根瓦が、ホーム上にも落下するなど破損したため、修理されたものだった。 上りのホーム南側には、貨車の引っ込み線跡と推測できる箇所があったが、現在は民間に売却され、建物が建っている。友人駅時代からの組取式便所が残り、個室には和式前穴便器が設置されていた。駅前から南へ伸びている、小さな道を進むと、県道20号に出る。当駅の近くから西側へ、県道に沿って700メートルほど石野の町並みが、 連なっており商店などもある。三木線は薬人駅からこの駅まで駅間距離が詰まっていたが、ここから別所駅までは駅間距離が比較的大きくなる。中でも当駅と次の西方田駅との間は1 7トルあり、三木線でも一番の駅間距離となっている。三木線の廃線後は当駅近くに一種の停留所が設置され、三木鉄道を代替バスが経由している。 配線の際、普通は、ホタルの光が発射メロディーとなる。ミキ線の駅では、ミキ線としては唯一となるホタルの光を発射メロディーとして見送られた。ありがとうございます。